懐かしの缶詰たち。夏メロという言葉がありますね。懐かしのメロディーを略して夏メロ。庄司太郎に始まって岡春夫とか笠置シヅ子といった歌手たちが歌っていた歌謡曲。一方、夏缶という言葉は無論ご存じないでしょうね。懐かしの缶詰、略して夏缶。僕が今発作的に思いついた言葉なので、誰も知らないのは当たり前。懐かしの缶詰といえば、誰もがすぐに思い出すのがクジラの大和煮。しかしこれはもうどこのスーパーさんでも一流のデパートさんでもまずお目にかかれない。絶滅したと言ってもいいかもしれない。2番手が牛肉の大和煮。高級缶詰の大代表みたいな存在だった。高級ではあるが、大抵の人が一度は食べたことがあるという、そういう存在だった。この缶詰は今でも健在だ。安いものはスーパーの棚に、高いものは一流デパートさんの棚に、世をはかなむように並んでいる。昔は偉かったんだけどなぁとため息つきつつ並んでいる。3番手がコンビーフ。昔はコンビーフをよく食べたものだった。学生時代に下宿していた頃は、一番小さいのを買ってきて、蓋を開けてそのまま箸でほじって食べた。寒い時は固まってほじりづらく、暖かい時は緩んでいてほじりやすかった。コンビーフも未だ健在で、コンビニの棚にも並んでいる。きっと単身赴任のお父さんなどが昔を懐かしみながらほじっているのかもしれない。4番手がアスパラの缶詰。あったあった。細長い缶で、缶蓋に L、M、S の表示があって、 L だと5、6本、 M だと12、3本、 S だといっぱい入ってるんだが、数でいくか太さでいくか、やっぱり無難に M にしとこうなんて迷いながら買った記憶あるでしょ。昭和40年代にグリーンアスパラが店頭に並び始めるまでは、アスパラといえばこの缶詰のアスパラのことだった。レストランやちょっとしたビアホールなどの野菜サラダにはこのアスパラが必ず入っていたもんだった。まずレタスが敷いてあって、その上にくし切りのトマト、刻みキャベツ、輪切りのピーマンが1つ、そして真ん中に白くてぐにゃぐにゃしたアスパラが2本、いかにも主役風に並べられていた。この2本のアスパラはそれほど食欲をそそるものではなく、ありがたいような、少し迷惑のような、しかしありがたいような、やっぱり迷惑のような、へんてこな存在だった記憶がある。グリーンアスパラが登場してから、缶詰のアスパラはすっかり影が薄くなった。いや、もともと影の薄い存在だったのだ。缶を開けるとなんだかガス臭いような匂いがし、味の方もほろ苦いような、ほの甘いような、当人の味だか缶の中で使っていた梅雨の味だか、半然としないような味がして、缶の金気のような味も少し舌に残る。噛めば待っていたようにすぐ潰れ、皮の部分の少し硬い歯触りが口の中に残る。太古の味というか、昔シダ類に覆われていた頃の地球の味がする。連中は鼻から人間を相手にしていないところがある。本人にやる気がまるでないのだ。グリーンアスパラの方は緑黄色野菜です、アスパラギン酸です、食べて元気になってくださいという人間に対するメッセージがあるが、缶詰の方にはそれが何もない。色白で体は弱い。すぐちぎれるし、すぐ潰れるし、すぐ崩れる。本人にまるでやる気がないので、かえって人間の方が
何とかしてやろうとやきもきしている。本人はとにかくぐにゃぐにゃで立つ気などまるでないのだが、じゃあこの中に入って立ちなさいと細長い缶を用意して立たせてあげる。それで連中はやっと立つ気になって、あの細い缶の中でかろうじて立っているのだ。その缶だってアスパラの身長に合わせたものをわざわざ作ってやっている。背広で言えばオーダーメイドの缶なのだ。サンマを見なさい。サンマも長身だが、身長に合わせた缶など作ってもらったことは一度もない。逆に缶の長さに合わせて真ん中からちょん切られたりしている。もっともサンマの身長に合わせた缶など作ったら、缶詰界の秩序がめちゃめちゃになってしまう恐れがあるが、上蓋の方を切って頭の方から出そうとすると頭が潰れるので、缶によっては下側の方を開けて丁寧に取り出してくださいという注意書きがしてある。これほど過保護の缶詰が他にあるだろうか。野菜サラダの他はご飯のおかずにならず、日本酒の魚にならず、無論腹の足しにもならない。人間としては連中に食べてもらう気など全然ないのに勝手に食べたりしてと言われるのが一番怖い。同じ夏缶でも牛肉大和煮やコンビーフに対してはスーパーやデパートの棚に勝手に立っていればという態度だが、アスパラ缶に対してはお立ちいただいているという立場を取っているような気がしてならない。